東北新幹線で、懐かしの青葉号が運転されました。JR 東日本は、東北新幹線開業40周年を記念して、今日25日、団体臨時列車、懐かしの青葉号を運転しました。東北新幹線は、1982年に大宮から盛岡間で開業し、今年40周年を迎えました。開業当時の種別であった、青葉は、上野から仙台間の各駅停車タイプの新幹線に付けられた名称です。列車名の由来は、仙台の名城、青葉城となっています。しかし、運転区間や速達性が細分化されたことにより、1997年に消滅しました。今日25日のツアーでは、開業当時の200系電車のカラーリングに復刻した E2 系電車が使用され、仙台から上野間を走行しました。E2 系、200系カラー車両は、定期列車や団体臨時列車として、当面の間運転する予定だということです。これで、6月25日の KAB ニュースを終わります。